くしなきゃ。お母様にまた叱られる。客に水かけたら承知しないよ。ごめんなさい。今の人たちは誰？お前には関係ないよ。それよりさっさと桶を片付けておいで。静かにして。プラチナ、今すぐ逃げるんだ。少しでも早く。よくわからないわ、ルシオ。いいか、よく聞いてくれ。お前の父ちゃんと母ちゃんは、お前を身売りに。逃げるんだ。私、やっぱり家に帰りたい。ダメだ。どうして？まだお母様から聞いたわけじゃないもの。身売りのこともルシオの勘違いかもしれないでしょ。きっと今頃心配してるわ。ルシオ？黒い服を着たうさんくさい奴らを見ただろう。俺の家にも来たことがあるんだ。次の日、妹がいなくなってた。父ちゃんも母ちゃんも何も教えてくれない。え？私は病気で不幸があったって聞いたわ。消えちまう病気なんてあるのか。俺の家には医者に見せる金なんてないぞ。俺はお前と離れたくないんだ。ルシオ。どこか遠くに連れて行ってくれる？ルシオが一緒ならどこだっていいから。ここだろう。
からないわ。私たち、これからどうなるの？ここは？綺麗ね。もしかして天国かしら。縁起でもないこと言うなよ。この花は。プラチナ、早くここを離れよう。この花はすべてスズランだ。スズラン？そうだ、こんなとこにいたらスズランの毒で死んじまうぞ。プラチナ？ここで眠ったら楽に死ねる？な、何？もう嫌なの！私がどんなに頑張ってもお父様、お母様も優しくしてくれたことなんてなかった。私がこんなに好きでも、二人は。死んだら生まれ変われるかしら。生まれ変わっても一緒にいてくれる？ルシオと一緒にいる間は楽しかった。でもそれ以上に辛い思い出の方が多すぎるの。もう全て忘れてしまいたい。しっかりしろ。俺は嫌だ。忘れるもんか。死んだってお前のことだけは。